解説、片手にコーラン片手に剣という言葉があって「海峡」や「マホメット」のこととなると今でもよくみんなが引き合いに出す実を言うとこれは歴史的には必ずしも真理ではなかったのであってむしろ伝説に近いくらいのものなのだがしかし十字軍前後の時代から西欧キリスト教徒が「海峡」という 強敵に対してどんなに激しい憎悪と恐怖を抱いてきたかということを何よりも端的に表現している点で面白いと思う。ヨーロッパでは、いつの時代の人も海峡に対していろいろの意味で強い関心を示した。現代もまた、現代独特の観点から同じように、今、はい、今まで以上に強い関心と興味がこれに寄せられている。 しかし現代では「海峡」へのこの関心はすでに全世界的である。ところで「海峡」は現に西アジアから東南アジアにかけて数億の信徒を擁する大きな宗教であるがその一番の根源は「コーラン」というただ一冊の書物にある。そして今も昔も変わりなくこの聖典は信徒の熱狂的尊心を一つに集め。 そのの生活の初層を規定し彼らのの思想・感情の生きた源泉を成しているのだ。この書物には一体どんなことが書いてあるのかそれは何を語り何を教え何を命じているのかコーランをちょっと読んでみたいという人が各方面で非常に多くなってきただがこのコーランをちょっと読んでみるということが なかなか口ででで言ううほど、そうたいいことではないから困るのである。のあ歴史的に見ると快教はユダヤ教キリスト教に続いて現れた第3番目のセム人種の宗教運動で人格的唯一心の啓示を元ととする全く同系同種の宗教だが 先行する2つの聖典、つまり旧約聖書と新約聖書とが単に読み物としても十分面白く興味津々と読ませるだけの物語性を備えているのに「コーラン」というこの「末っにはどうもそうした方面の魅力が欠けていてちょっと読んでみても何を言っているのかさっぱり訳が分からずえ悪くするとカーライルが言ったように。 まるでそれを生み出したアラビア砂漠の砂そのもののごとく無味乾燥だというようなことにもなりかねないえつまり簡単に言うとコーランの場合には旧約聖書を読むのとはまるで違った別の技術とでもいったものが必要なのであるコーランをある意味で非常に面白く読み通していく技術といっても 要するにコーランに関するいくつかの予備知識を用意してかかればいいのであるコーランはいつどこでそして特にどんな歴史的状況のもとに生まれたものかその頃の砂漠のアラビア人はどんな世界像を抱いて生きていたかコーランの生みの親であるムハンマド俗にマホメットとは一体どんな男であったのか。 コーランというこの書物はどんな経路で出来上がったのかどんな点がユダヤ教キリスト教の聖典と根本的に違っているのかなどなどけれど数え立てていけば切りもないこうした根本的問題にいちいちここで回答を与えようとすればそれだけで分厚い一冊の本が出来てしまうことだろう。 そんな書物を僕はいつかは書いてみたいとも思っているだがここはその場所ではないえしかしまた逆にこうも考えてみることができるのではないか一切の長々しい解題や解説を捨ててとにもかくにも直にコーランそのものを読んでみることそうやって読んでいくうちにあだんだんといろいろな事情がわかるようになってくるということも 不可能事ではなないいかもしれない俗に言う「海峡外論」とか「マフメット伝」とかを数十冊読破するよりも直接マフメットの心の動きが手に取るようにひたひたと伝わってくるコーランの本文を精読する方が考え方によってはどんなにいいかわからないとも思われる。 ただそれには少なくとも一歩一歩読んでいくその箇所が一体何を言っているのか表面的になりとも分からなくてはいけないこの翻訳はおよそこういった意図でなされたものである至る所に挿入した割り宙を頼りにすれば一様の語句の意味と全体的な脈絡とがたどれるように工夫してある慣れない読者には何分にも幾世紀も前のしかも我々にとっては 西洋よりもある意味ではもっと遠い世界であったアラビア砂漠の産物なので初めのうちはいかにもキーに思われるかもしれないがあそれはむしろ当然のことなのでだんだんと読んでいくうちにいつの間にか海峡という宗教を成り立たせている根本的な立場とか精神とかいったものがはっきりとつかんでいただけるであろうことを僕は期待する。 ただ前にもちょっと触れた通り「海峡は自らを目してユダヤ教キリスト教との姉妹宗教」としているくらいで要するにこの3つの宗教の聖典は同じ1つの神アッラーの時代と場所とをことにする同じ1つの啓示と考えているので。 コーランのの文章は、旧約聖書書ととキリスト教の福音書等を至るところで意識的に踏まえている。え、だからコーランの正しい理解にはどうしても旧約聖書では創世紀からサムエリ前後書までそれに詩編、新訳」ではイエスの福音の内容をごく大雑把にでも知っている必要がある。今度の翻訳の割中ではそういうところまでは説明できなかった。 結局現在の我が国でいえばキリスト教徒としての常識的な知識を備えた人が、まあ、一番簡単にコーランを読めるということになるのである。まあ、こんなわけでマホメットやコーランについての説明は一切本文自体に任せるとしてここではどうしても本文中では説明できない事柄のうち最も大切なものを一つだけ書き記しておこう。 それは「コーランの文体」についてである「本書はコーランの口語訳である」「はじめ岩波文庫の編集部からこの依頼を受けた時、まあ、僕は一応引き受けてはみたもののすっかり考え込んでしまった現代の日本語の話し言葉では原文の鳴り響くようなそしてどことなく早朝で時とすると荘厳でさえあるあの持ち味が到底出せっこない」 と僕は思った。オーランの言語クルアーンとはもと「読書」を意味したこの聖典は目で読むよりも文句の意味を理解するよりも何よりも先にまず細高く籠書しなければならない考えてみるともう一昔も前になるが初めて本格的なカーリウコーラン読みの籠書を聞いた時 僕はやっとこの「海峡」という宗教の秘密がつかめたような気さえしたものだ。オペラのアリアを歌うテノールかソプラノのような張りのある高い声あふれる音量の魅力一語一語の末までも染み渡ってゆくいかにも「オリエンタル」という名の連想にふさわしい深い哀愁の陰り日常茶飯事を話題としても どことなく早朝で悲劇的な色調をともすれば帯びやすいアラビア語こそこういう聖典にはまさにうってつけの言葉なのであるごく最近までアラビア以外の海峡諸国ではコーランの翻訳ということは禁止されていた意味が分かっても分からなくても信者はアラビア語の原文のままでコーランを読まなくてはならなかった。 しかしこれは決して単なる宗教的顔命といったものだけではなくてそれ相当の理由があったわけである今から約12年以前といえばちょうど戦争が真っ最中のことだがカイロの大学からやってきたある海峡法学の先生が僕に言った「コーランを翻訳してはいけない」とそれは宗教法に違反するだが日本語による タフシールとと、いうこと解説ということにして出版すればよいと随分形式的なことを言う人だとその頃僕は感じたものだったのだがこんな次第でコーランを他国語に訳すということ自体が難しい宗教法の理論からすれば問題なわけだがそれを日本語の話し言葉でやるとなればますます困ってくるのである。 後ででもも少し詳し詳く説明するつもりであるつりあが、元来コーランは旧約聖書や新約聖書と違って説話体ではない例えばマタイだとかヨハネだとかいう記録者がいてその人が自分の筆で話を後からまとめて行ったものではなく直接直に神自身がまとめて マホメットに乗り移ってその口を借りて話しかけてくるその言葉をその時その場で記憶にとどめたものである。だからよほど早朝にやらないとすこぶる滑稽になる。だがよく考え直してみるとそれだから「文語の方がいい」とも簡単に言い切れないところが出てくるのである。 交互ににに訳すすここととよって大変に損をするる。ろがあるそれは確かだしかしコーランには「交互なればこそ割合によく表せる」と思われる他の側面があって両方を並べて考えると、まあ、どっちが「損」か「得」か分からなくなってくるくらいである。これは僕の個人的な好き嫌いの問題ではなく「 コーランの文体そのものに関する重大な問題なのでそれをこれからごく簡単に説明しておくことにしよう。一般にコーランの文体が我々の耳に与える印象が極めて早朝で荘厳であることは先刻書いたそれからその印象が根本的にはアラビア語という言語そのものから来る特徴であることもだがそれだけではない。 実は、コーランには特殊な文体上の技巧が非常に上手に使用されているのである。この技巧ないし技術は、人為的にはなかなか真似のできるものではない。マホメットが出現する以前、古代アラビアの砂漠には、カーヒンと呼ばれる特殊の人間がいて、普通の人間と目には見えぬ精霊的世界との仲介者の役を務めていた。 カーヒンとはヘブライ語的に言えば預言者であって我々にもっと身近な古代中国で言えば巫女にあたり多くの古代民族や未開民族の間におけると同様これがアラビアでも絶大な勢力を持っていたところでこのシャーマン的性格の人物は大抵の場合自分でそれを欲するわけでもないのに旧約聖書の預言者アモスの激烈な 証明体験の叙述を見ていただきたい突然何者かが見えざる精霊的な力に取り押さえられ自分の意識を失って自分ならざる何者かの言葉を語り出す古代アラビアのカーヒンがこのような神がかりの状態に入って物を語り出すとき、それは必ず一種独特の発想形態をとるのを常としたこの文体を「サジュウという。 サジウタイとはごく大雑把に言ってみればまず三分年の中間のようなもので長短さまざまな句を一定の指的立道なしに次々に畳みかけるように積み重ね句末の韻だけキリッと締めくくっていく実に珍しい発想技術であるこれがまた「輪列たる響きに満ちたアラビア語」という言葉にぴったりと合うのだ。 著しく調べの高い極の大小が打ち寄せる大波小波のように畳みかけそれを繰り返し繰り返し同じ響きの客員で区切っていくと言葉の流れには非常な緊張がみなぎってこれはもう言葉そのものが一種の陶酔である。語る人も聞く人も共に怪しい恍骨状態に引きずり込まれるのだ。 こんなな異様文文体体が、コーランの文体の基礎を成している。そしてこのことは直ちにまたコーランの内容そのものに関してもある重大な示唆を与えるのである。なぜにマホメットはその教説を伝統的な心霊的言語形式に託したのか言うまでもなく彼が時広めようとする事柄そのものの性格がそれを要求するのではないか。神がかりの言葉えそうだ。 コーランは神がかりの状態に入った一人の霊的人間が高骨状態において口走った言葉の集大成なのであるだからそこに説かれているのはマホメットの説教ではないマホメットではなくてマホメットに乗り移った何者かの語る言葉なのであるその何者かの名をアラーという唯一にして思考なる神の言い,い であるアラビア人に限らず広くセム人全体を通じてこのような神がかりの体験がいかに激しく恐ろしくそしてまた見るだに痛々しいものであったかということは旧約聖書の読者はご存知であろう。マホメットの場合もまさしくその通りであった。何よりもコーラン自身がその事実の生きた証拠を提供している。 マホメットは大体40歳の頃から時々自分でも訳のわからない妙な気持ちに突然襲われて異様な言葉を吐くようになるのだがその最初の頃の体験はまるで何か恐ろしい病魔の発作のような猛烈なもので激しい痙攣に全身から油汗を流し言い知れぬ苦悩に心身をさいなまれた。 そのの時期の典型は原稿講覧でいうと最後の部分に収められている。それらはいずれも十句二十句あるいはそれ以下の小さなもので全体に異常な緊迫感がみなぎり謎めいた言葉がまるでちぎり取られた岩石の塊のように力強く投げ出されていく。 語句はいずれも短く鋭角的でその積み重ねが実に印象的にその時のマホメットの切迫したキレギレの呼吸を読む人に伝えてくるそして一九一九その区切れごとに執要に振り下ろされる客員の響き高い鉄のハンマーこれは到底翻訳できるようなものではないしかし 時が経つにつれてマホメットはまあ言ってみればこの刑事という体験に慣れてくるのである次第に最初期の緊迫感は痴漢して緩やかな立動の流れに変わりそれにつれてごくもだんだん長く間延びしたものになり出すそして刑事そのものがいわば次第に技術化してくるそれというのは最初の頃は刑事は 一切向こう任せ、つまり受動的でいつどこで神が乗り移って語り始めるかわからなかったのがいつの間にか今度はマホメットの方が主体的に動くようになり何か重大な問題を提起し示えすれば必ずそれに応じて神の答えが下されるということになってきたのである。 この傾向はマホメットの預言者活動の後半期つまり彼がメッカ市を去ってメディナ市に移住してからますます増大の一途をたどったその頃にはすでに後世の歴史家がサラセン帝国と呼び習わすあの強大な宗教共同体の建設事業が始まったのである信仰上の問題ばかりではない。 今まで彼や彼の周囲の者が夢にも思ったことのないような世俗的問題が次から次と応接にいとまない矢継ぎ早の速度で押し寄せてくる。寄付金はどのくらい出したらよろしゅうございましょうか女房がたった一人では足りませんが幾人ほど増加したらいいでしょうか離婚された女を妻にもらってもかまいませんかとう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 。 これをいちいち神様にお伺いしてその採決を仰ぐ神様の採決は意図厳かな立道形式でマホメットの口を通じて信者に告げられる意地の悪い人たちはこの頃のマホメットの受ける典型は全部彼が自分ででっち上げたものだと罵ったそれはどうだか僕にはわからないがともかく恐ろしく三分的な内容であることは事実だ。 しかし、どんなに三文的であろうと、ともかく全ては神ご自身が語るという形をとっているのである。あくまで弁宜上、マホメットなる一人の男の口を借りているにすぎない。という建前をとっている。だから言葉そのものは、マホメットの口から流れ出るにしても、彼自身が一人称で語るということはいつの場合にも絶対にない。マホメットは、 二人称ででああり、話しかけられる相手である。相手時には神の言葉はマホメットを素通りして直接に信者たちに「お前たち」と呼びかけなだめたり透かしたり喜ばしたり脅したりなかなか面白い駆け引きの妙を見せるかと思うと急に恐ろしくいたけだかになり声を荒げて異き徒うとの罰当たりどもを受訴し 嘲笑し、叱責する。骨をもえぐるような皮肉もあればなかなかにユーモアの感覚もある。三文的だといえば言えるがしかしこれはまたこれで見方によっては普通の読み物としてもちょっと例のない面白いものである。原稿コーランは従ってまた僕のこの翻訳もこういう後期のいわゆる三文的な啓示から始まっている。 ある偶然の事情で原稿講覧では時期的に後のものほど前に並べるような特殊な編集方針をとっているので読者としてはページを送るにつれて次第次第に初期の掲示に向かって年代を速報していくことになるのであるこの点は本書の読者にもぜひ心得ておいていただきたいと思う最初の序章は後から付け足したものだから全然別だが 第2章の「目牛」から順を追って読んでいくと一章また一章と次々に少しずつ短くなり従って「目牛」はコーラン全体を通じて一番長く内容的にも一番ダラダラした章であるそれと同時にほんの少しずつほとんど誰も気がつかないほどに少しずつ文章が引き締まっていき 最後の4分の1ぐらいまで来るとそれが誰にもはっきりわかるようになりそして一番おしまいの十数章に至ると最後の出だしとは似ても似つかぬ世にも不思議な美と恐怖の旋律の次元に踏み込んだことを感じさせるこの最後の十数章こそはまさしく砂漠の文学と呼ばれるにふさわしい世界に類のない作品であると思う。 カサカサに乾いたネッサのクリマそのもののようにそれは春烈で衝撃的で神秘的であるえさて話はまた翻訳のことに戻るが今言ったような事情でコーランは末美の叙情的な小部分を除くと大体は神がマホメットやその他の人間どもに直接話しかけて種々様々さまざまなことを一人でしゃべるいわば神様の一人芝居みたいなものだから 文語よりもかえって、の方が適当と思われる側面も大いにああるる。わけなのであるもちろん早朝な口調は全く犠牲にされなければならないだがこの点さえあっさり諦めてしまえば案外口調の方が原文の持ち味が出せるコーランの言葉は当時のアラビア人の立場から見ると全体の調子は 左重体という文体のために相当いかめしい文語帳であるが同時にその反面使われている語彙やそれから特に表現性を狙った言い回しなどは著しく口語的でマホメットはと言って悪ければ神様はその頃のメッカの商人たちが市場で取引をする時の生き生きした表現をたくさん取り入れて文章に制裁を添えている。 こういう点から見るとコーランの文章は早朝ではあるが決して成功ないよそよそしいものではなくむしろ非常に砕けたアンチームなものであってそれがまたこの経典の聖書などにはない特殊な持ち味を成しているのであるコーランのこの側面は文語で訳したのでは全然出ない今まで数多くなされたコーランの英訳が どうも一般的に言って無味乾燥で退屈なのはあこういう点を無視したからであろうと思う。こんなわけでこの僕の役では律動的文体の再現の方は初めから全然諦めてその代わり交互に漏れる限りの側面をできるだけよく日本語に移すように努力してみた。もちろんそれがどの程度まで成功したかということは僕には皆目わからないのだが。 もし親切な読者があってこの光合訳を読み同時にプラスアルファとして一種の早朝味を想像理に補ってくださるならまず原文の持ち味がどんなものか分かっていただけると思う。だが言うまでもなくそんなことはこちらの身勝手な希望だけで本当はその両側面を事実上兼ね備えた名薬が いつの日か誰かの手によって作られなければならないのであろう。1957年9月役者